静かなる防衛、いつもありがとうございます。今日は佐世保配備のワスプ級強襲揚陸艦が横須賀基地に F-35B 艦載して任務のトランプ大統領と関係がについて説明していきます。今現在トランプ大統領が来日しています。それで横須賀基地に現在ワスプ強襲揚陸艦が長崎から F-35B 戦闘機を艦載して到着しています。で、横須賀基地に到着したのは24日で、今トランプ大統領は来日したばかりで安倍総理と会談を行っています。で、今注目されているワスプ級揚陸艦の特徴ですね。まず全通甲板になっていて、独特な空母よりちょっとちっちゃい揚陸艦です。もともとオスプレイを導入する予定でしたが、 F-35B の開発により F-35B を艦載することにしました。この F-35B ですが、通常6機関西での運用となっています。今回トランプ大統領が WASP 揚陸艦から演説を行います。それに伴い F-35B がどれくらい艦載されているかは不明ですが、10機ほど艦載していると思われます。特徴は全長が268メートルですかね。中にはホバークラフトやヘリ、戦車など艦載しています。
いくつかの部隊も編成しているので、上陸部隊といいますか、そんな役割をしています。空母とは全く違う役割で、今はライトニング部隊、ライトニング空母 など言われています。やはりこの F-35B の開発により、ワスプ旧空母の任務のあり方が変わってきています。空母とはまた違う任務を行い、すべて単独でも行えます。日本も目指し、今現在インド洋に派遣しているイズモを来年回収予定です。 F-35B も42機導入予定で、今後の防衛任務のあり方が変わってくるでしょう。F-35A と B とではまた違っているので、F-35B の最短離陸距離は168メートルと短く、出雲やワスプ級でも離陸できる距離です。出雲は248メートル、この168メートルに余裕で条件をクリアしています。あとは甲板のこの熱に耐えるくらいの回収ですね。トランプ大統領がどんな演説をするのか楽しみなところもありますが、安倍総理とこのまま友好関係を保っていただけたら嬉しいと考えています。それではご視聴ありがとうございました。